い、皆さんこんにちは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2022年4月の星の動きと4月前半のタロットリーディングをさせていただきます。まず4月の動きなんですが、まあ、全体的な流れとしては、3月にね、癒しのエネルギーとか浄化とか、許しのエネルギーがありますよというふうに言ったんですが、引き続き4月もそれは使えます。はい、2月3月4月って、まあ、比較的順調な流れですよっていうふうに言ったんですが、まあ、今のこの世の中のね、状況を見てどこがって思うかもしれないんですけれども、まあ、星で見た時に5月の方がなんかこうエネルギーがすごく渦巻いているみたいな時なんですね。なのでもしかしたらその想定外の出来事とか、急に何かが始まったりとかっていう風に、こう予定してたことがこうカクンってこう変更になる、もしくは急に勢いが出てくるみたいな、そういった動きっていうのが5月の方が強いので、まあ、そこまでの大きな動きっていうのは4月はないんですね。比較的まあ順調に自分が予想した通りというか計画した通りに進みやすい流れでなります。でその中で特に4月私が印象深かったのは、4月の12日がピークなんですけれども、まあただ12日だけじゃなくてね、もう4月特に4月の6日か7日ぐらいから14日ぐらいまでのこの1週間って特にもうスペシャルウィークって私は思ったんですが、この時は占星術でいう木星と海王星っていうのが地球から見てこう一直線上に並ぶんですね。でこのエネルギー、どういうエネルギーかっていうと、非常にこう皆さんの精神性とか道徳心とか、まあ意識が拡大発展しやすい時なんですね。木星っていうのは特にいい星と言われていて、まあ自分が何を信じているかとか、自分の普段の精神性だったり、こう楽観的になっていくとか、正直であるとか、こう道徳心を持っていくみたいな、まあなんせ精神的なものが強いんですが、まあ、それとプラス可用性っていうのは優しさとか思いやりとか慈愛とか感性ですね、こうスピリチュアルなこととか、こう目には見えないんだけど確実にそこにある何か温かさとかですね、そういったものっていうのが一つになってこう今地球上にエネルギーとして届いているというふうに想像してみると、私たちの意識がとにかく何かどっちの方向でも行くんですけど拡大しやすい時なんですね。じゃあどんなふうにこの意識を拡大させるのかっていうのが皆さん一人一人に課せられているんですけれども、まあ、私が想像したのは、例えば映画を見るときに、私たちどんな映画を見るかって自分の自由意志で選べますよね。オカルト、ホラー見るのか、サスペンスを見るのか、刑事物を見るのかとか、まあ、ヒューマンドラマなのか、ほのぼのしたり、コメディだったりっていう、まあ、それは自分が何を見たいかっていうのによって選ぶんですけども、その映画を見てる間って、その世界に入れるし、同じように感じられますよね。それと同じようなことが4月は起こるなと思ったんです。なので、外側でどういう世界が起きているかというよりも、自分の意識がどんな感覚を選びますかっていうのを問われていて、自分が感じたい感覚をピックアップして、その感覚が倍増するみたいな時なんです。なので例えばもうこんな思いは本当に嫌だっていうような痛みとか悲しみというものを手放したいと思っている方っていうのは、それらをもう嫌だっていう思いが増えて溶かしていく、流していくっていう形になりますし、楽しいとか嬉しいとかって思う、それを選ぶっていう方はもっと嬉しい、もっと幸せみたいな形になりますし、ただそこはなんか変に浮かれたものというよりは、そのさっき言った木星のね、自分の中の道徳心とか、こう正直さとか正義ですね、その自分の中にある中心のエネルギーに沿ってそれが膨張していくっていう形なので、どんなエネルギーが今自分の中で拡大しつつあるのかなっていうのを見てみてほしいんです。例えばまあこう物事って陰陽なので、悲しい出来事があったとか嫌な出来事を知ったっていうことで、ああやっぱり幸せでいたいよねとか、やっぱり日常が大事だよねっていうのが増幅しているのであれば、それをもっと膨らませましょうっていう流れになります。そして、まあ、4月1日が新月なんですけれども、まあ、お羊座で起こる新月っていうのは、まあ、年間の中でも、もうこう、新しく始めるのにふさわしいっていうふうに言われてるんですね。まあ、ただ私見る限り、今年のお羊座の新月っていうのは、
そんなにこうガツガツしてないっていうか、非常に様子見な感じがあるんですね。というのはまあちょっと先の話になるんですけど、5月の1日とあと5月30日に新月があるんですが、まあ、5月30日の新月過ぎたぐらいから現実化してくるなって感じがあるので、まだその間ちょっと様子見な感じ。まあ年度始めって大体そうですよね。こう学年が変わったり、こう職場が変わったりとか、そうやって新しい年度になった時ってこうちょっと様子見で周りの状況を見たりとか、まあ、自分の中にも不安と期待が入り混じってるような状況だと思うんですけど、そうしながらも自分の心の目を通して現実世界を見ていき、そしてどんな感覚っていうのが増えていくかっていうのがもう一番の星の流れだと思いました。ちなみにですが、木星と海王星がこうやってピタッてひっついて見えるのっていうのは約13年に1回ぐらい巡ってくるんですね。その中でもその魚座の優しさとか思いやりとかっていうエネルギーの中でその精神的飛躍が起こるっていうのは実は166年ぶりだったんです。はい、過去調べたら1856年だったっていうのがあって、まあ1856年、その昔すぎてちょっとわからないんですが、その時と同じことが起こるということではなく、その時もその時代にあった何か意識の変化があったんだろうなっていうふうに思うんですが、今私たちはすごく今の時代の中でみんながいろんなことを考えていろんなことを感じている中で、どんな本質的な優しさや癒しっていうものを感じられるかですね。それをなんていうかな、空気感というか、まあそういう波動が宇宙から、まあ、地球に届いているみたいな感じでしょうか。先ほど言ったようにこう意識とか精神とか、あと優しさとか思いやりってどちらもあまり形じゃないんですよね。なので4月っていうのは形や結果よりも自分の在り方とか感覚的なもの、感情、どんな感情でいるかとか、どんな感覚でいるかっていうことの方がすごく大事な1ヶ月になります。まあそんなことを踏まえてちょっと覚醒座解説していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では蟹座さんの4月をお伝えします。前半は仕事運や社会運がある時です。まあ、4月全体はですね、意識的な飛躍、精神的解放が起こりやすい時なんですが、特に後半は心の友達やメンターに恵まれたりして、仲間や協力者との関係が良くなると思います。4月はとにかく環境が整いやすい時なので、自己投資などお金をかけてでも何か状況を整える、自分のために何かを使うっていうのはいい時です。はい、まずこちらのカレンダーをご覧ください。まあ、4月1日が新月なんですけれども、この新月、蟹座の皆さんにとっては、自分の社会や環境のところで起きる新月なので、何かしら自分がもう少しこういった仕事をしたいとか、または環境をこんな風に整えたいということに対して意図していただくと、そのような現実が作られていくという流れを作っていきやすくなるんですね。はい、あくまでもこれは自分の選択になるんですけども、まあ、今までだったら、もう無理かなって思っていたことがですね、もう今年っていうのはすごく精神的飛躍とか、何か意識的な解放っていうのが起こりやすい時ですし、さらにこれはもう3月、4月ってそのエネルギーがすごく強くなっているので、この4月もですね、まだまだ魔法の時間っていうのは使える時でして、この自分が自分自身を制限せずに、等身大の自分で感じる未来、等身大の自分で感じるなり得る自分自身とか、作っていきたい現実っていうものが、この制限された中じゃなくて開放的な意識の中で見ていくこの世界っていうのが広がる時なので、こう本当にこう傷をね、こうやってこう隠しながら何かをやるっていうのではなく、この傷があろうと、何かボロボロであろうと、これが私ですよっていうことで認めて、そこから見えてくる未来っていうのが、なんかこの4月からありそうなんですよね。ですからどんな世界が見えるのかなっていうのがすごく興味がありますし、どんな意識的解放を感じるのかなっていうのがすごくあります。なのでこの時っていうのは、まあ私のちょっと個人的なおすすめなんですけども、さっき冒頭で映画の話をしましたが、ドキュメンタリー映画がおすすめです、蟹座の皆さんには。っていうのは、あ、この人ってこういう人生を生きたんだ、あ、そういう人生もありなんだっていうような、実際に起きた出来事っていうのを本当に自分の人生の糧にして、じゃあ私もできるかもっていうふうに、なんかプラスに生かせそうだなと思ったんですね。ですので、まあ、できるだけドキュメンタリー、ファンタジーというよりはドキュメンタリーで現実的な
可能性のあるいろんな人生の話を見ていくと、ここから先の未来ももっと力強くなっていくかなというふうに思います。はい、そして、まあ、その次4月6日から金星もさらにその精神的な飛躍のところに優しさとかありがたさとか安定という形で入ってきそうですし、少しその他人の目を気にしていた部分がちょっとまろやかになって、まあこれはこれでいいかっていうふうに思えるようになるんじゃないかと思います。はい、そしてまたね、4月の15日以降っていうのは遠いところまで行ってみようかなとか、ちょっとあれを探しに行ってみようかなみたいな、こう旅に出ようかなみたいな感じなんですね。で、その旅に出る、自分も行ってみたいなって思うのは、誰かの話を聞いたりとか、誰かがそんな風にやったんだっていうのを見て、じゃあ私も同じことを感じてみたいということで、なんか行きそうな感じがあるので、まあ精神的な飛躍起きますし、行動力も倍増するような、1ヶ月になるだろうなと思います。なので行動力もあって精神的なものが解放するってなると、どういった部分にそのエネルギーを使いたいかっていうのは本当人それぞれなので、自分がどんな専門性をもっと磨きたいかなっていうのが出てくるような気がしますね。そしてもしそれがわからないっていう方もですね、安心してください。4月の、まあ、7日ぐらいから14日ぐらいまでの間に何かが見えてくると思います。その期間に感じたことがヒントだと思って、何か一つでもねキャッチしてみてください。で、そして行動に移してみると、それがどんどんつながっていくっていうことになります。そのどんどんつながるっていうのは、結局自分にとっていい環境、過ごしやすい環境、または自分の人生を自分で認められるようなきっかけにつながっていくということです。はい、そしてその次4月17日が満月です。そしてさらに4月20日、ここからまたね流れが変わるんですが、この4月20日以降は、さっき言ったそのメンターとか心の友っていうふうに言ったんですけれど、何かねこう仲間とか横のつながりっていうのも出てきそうなんですよね。で、どうすればそれらに恵まれるかというと、自分が自分を解放、解放するっていうのは、自分こんなんですよってちょっと見せるとかですね、まあ、自己紹介するとか、なんかこういうところに自分で投稿してみるとか、なんかそういうふうにこうちょっとでも開くと、何かそこで心の友とか何か関係する人とつながっていきそうだなって思いました。まあもうなんていうんですか、情報はね、波動の時代というか、自分が思ったことや発言したことっていうのが言葉の波になっていろんな人に届いて、またそこが反射して自分に返ってきてっていうことなので、自分がどんな波動のエネルギーを出しているかによってつながる人はどんどん変わってくると思います。まあこんなことを踏まえて、ちょっとタロットも見させてください。タロットはまたですね、4月後半に、後半だけのタロットリーディングさせていただきますので、今回は前半にします。4月前半のタロットにします。なんかぜひね、人生を楽しんでくださいね。毎日を楽しい自分の毎日にしてください。はい、なんか仕事運がいいとか環境運がいい時っていうと、なんか何かやらなきゃいけないじゃないかって、こう役割を探したりとか、自分にプレッシャーをかけたりする方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ただただ豊かに過ごす、今ある中での幸せを感じるっていうのもありですからね。はい、はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ペンタクルス10の逆、ソード8、ワンドキングの逆ですね、ソード3の逆と、ワンド6、ワンド8、おー、カップの9です。すごい幸せそう。はい、そしてペンタクルスクイーンとカップナイトの逆ですね。そして、オラクルはペンタクルスページの逆ですね。はい。さっき混ぜてる時に感じたことのままですね、その幸せな毎日を自分で選択してほしいっていうことと、もし、いやー今すごく体に来てるんですよとか、大変な思いをしてるとしてもですね、大変な思いをしてればしてるほど、その後に感じる喜びっていうのがもう倍増しますので、すごく幸せな気持ちで過ごせそうです。4月前半。まあ、なんせね、自分で自分を責めないようにしてくださいね。これは、まあ、自分で私なんてっていうふうに自分の心に自分で剣を刺してるっていうのもあれば、またはね、
見えない自分の思考で周りが見えなくなっているということもありがちなので、これはでも体調子悪い時に、まあ、たまに出てくるものなのでね、ちょっと調子悪いなとかちょっとしんどいなと思ったら、あ、これはその後に訪れる喜びのための前振りなのねって思っておいてください。そしてその後やっぱり4月に入ってすぐですね、何かしら嬉しいあのニュースが入ってくると思います。嬉しい知らせを聞くと思います。でそこからもうトントントンっていきなり状況が変わったりとか、なんかもう流れが流れていってる、自分の意思とは関係なく流れていってる、展開していってるっていう感じがあって、そしてっていう、もう思っても見なかった喜び、想像してなかった喜びっていうのがありそうです。これは感情が溢れてます。まあ確かにあの実際4月ってね、こう蟹座の皆さんにとっては精神的飛躍とか解放っていうのがある時なので、あ、解放をされるんだなって思いました。そしてあの自分の中で大事なものを温めていけるし、まだ自分が思ってる世界には、その思ってる世界っていうか望んでる世界を作るにはもう少し時間っていうものがかかるかもしれませんが、それもまた楽しいんですよね。こう、これはまあまたちょっと見方を変えれば、苗を植えて苗が育ってまた時期が来たら刈り取ってみたいな、そういう時間とともにあの経過が変わっていく、状況が変わっていく、その瞬間瞬間を楽しんだらいいんですよということと、そしてもう一つ気をつけることとして言うと、その誰かの言葉を信用できるかどうかにあまりこだわりすぎないでください。あの人の言ってることは本当なんだろうかっていう、その本当かどうかの証拠集めをしてる、あのしたくなるかもしれないんですけど、そんなことよりも自分がどう感じたいかって時に、今ある幸せありますよねっていうか、喜びありますよねっていうことで、その誰かの言ってることが正解かどうかを確かめてから幸せが来るわけではないらしいです。別にそこ関係、そこをあの確認しなくても幸せ感じられるみたいなので、むしろ自分があのちょっと不安な気持ちに戻りたくて、そのことを考えやすいのかなと思ったので、何の映画だったか忘れましたけど、その相手を疑っているよりも明らかに違うんだけど、でも信じることによって本当になる可能性ってたくあの上がるので、なんかそんな感じがしました。今4月に起きてくるいろんな状況の変化っていうのは、蟹座の皆さんにとって確実にプラスになるものなんだけど、気持ちだけが追いつかずに、何か本当かなって、大丈夫かなっていう確信を得ようとするけど、でもいいんですよって、その瞬間瞬間をあの味わってもらえたらそれでいいんですよって感じがしました。はい、いいじゃないですか。ちょっと患者さんね、はい、2枚出ましたね。お、また出ましたね。ソードの3の逆とソードエースの逆、これもまたね、そのなんだろうね、不安になりたい時って本当に どんな材料でも見つけてくるので、見つけて不安の材料のネタにしちゃうので、まあそこに気をつけてねっていうことと、あとその安心する材料とか確かな情報を追い求めるよりも、自分がどうありたいかの方が大事ですよって感じがしました。まあ情報が正しいかどうかっていうのは本当にわからない、そのあの自分の中のセンサーで感じるしかないので、それは自分が落ち着いて幸せな状態でいると感じられることで、不安な状態でそれをなんか正しい情報で埋めようとしてもそれは難しいって感じがしたので、でも十分に幸せな情報を感じられますよっていうふうに出てるので、それを見つけてくださいということで、今回こんな感じです。次回また4月の、中旬ぐらいに後半のタロットリーディングをしたいと思います。もし何かしらね、あの、あ、そうかって分かりましたという方は、いいねボタンや、またはチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。いい時間をお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。